いんだよ、まだ。いや、めっちゃ速い。めっちゃ速い。わあ、気持ちいい。レトロキッズ、どうも、チャンネルレトロキッズへようこそ、鉄道キッズです。さあ、今回私は茨城のつくばの方に来ております。実はここにですね、つくばラジコンパークというラジコンを走らせられる場所があるんです。先日私の動画の方で、京商さんのオプティマを作りましたが、それぜひ走ってるところを見たいっていうね、コメントたくさんいただきましたのでやってまいりました。ただね、ちょっとオプティマ、ちゃんと走るかどうか自信がありません。セッティングもそうなんですが、一応作りはしたんですけれども、ちゃんとできてるかどうか自信がありませんので、今回は素敵な助っ人をお呼びいたしました。ラジコンマガジンさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ラジコンマガジンの山花さんでございます。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、ね、今回はコラボということでございまして、私、京商のオプティマを作ったんですけれども、ちゃんと走らせられるかどうか自信がございません。はい、っていうところで、ぜひそのセッティングの方をですね、教えていただきたいなというところなんですが、よろしいですか。はい、どこまでお力になれるか分かりませんけれども、全力を尽くしてやらさせていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行ってきます。はい、さあ、走らせられる場所、山花さんにお伺いして、このつくばラジコンパークに来たんですけども、初めて来たんですよね。これちょっとどういったところなのかね。はい、このつくばラジコンパーク、はい、これサーキットですよね。サーキットですけれども、はい、お店も併設されてまして、はい、はい、お店もあるんですね。ちょっとお店の方も見ること可能なんですか、ね、覗いてみてください。いいですか。うわー、はい、うわー、すごいラジコンだらけですよ。うわー、わ、なんかこれ多分新しいやつだですよね。はい、横野さんの、はい、施設なんですか。そうですね、横野さんのアンテナショップになく、はい、横野さんの製品がメインで扱われてるんですけれども、はい、例えばそれ以外の神谷さん、京商さんの製品も、はい、揃っております。あるんですね。あ、よかった。僕、京商さんのオプティマ持ってきたんで、はい、ね、ちょっとオプティマはちょっと持ち込まないでくださいっていうことはないですね。大丈夫ですね。はい、うわ、すごい。あ、神谷さんのカラーとかありますね。あ、各パーツもたくさん揃っております。あ、でこっちの方にはパーツ類がいっぱいあるんですね。うわー、そうそう、プロポがね、山花さん、はい、プロポが今もうこういうのなんですよね。はい、そのレバー2つのやつ、はい、僕ら子供の頃ずっとレバー2つのやつだったんですけど、はい、こういうやつがもう今メインなんですよね。はい、もちろんスティックタイプとそのレバーのタイプのものもあるんですけれども、今でもあるんですか。あるんですけれども、かなり高級なものしかもう残ってない状態で、はいはい、車用の送信機はもうこちらのハンドルタイプのものが主流になってます。あ、そうなんですね。はい、3話のニューダッシュ S はもうないんですか。もうないです。はい、はい、初めて買ったプロポがそれだったんですよ。はい、うわー、モーターなんかも今こんな、ね、バッテリーとかも僕ら子供の頃8時間とか充電して10分ぐらいしか走らなかったんですけど、今もだいぶ変わったんですか。そうですね、かなりバッテリーの性能も上がってますので、はい、昔佐藤さんがやられていた頃って、はい、日課動電池とかだと思います。だったと思うんですけども、はい、今ニッケル水素、はい、リポ、リフェ、はい、リチウム系の電池がかなり主流になってまして、はいはいはい、軽くてハイパワー、長持ちする。あ、長持ち、たくさん遊べるんですね。はい、そうですね。あ、よかった。こっちは ドリフトのやつですかね。ね、オンロードっぽい感じのやつもある、ね。ドリフトカーですね。ドリフトのやつですね。ホーネットいい
ホーネットとグラスホッパーは僕ら子供の頃本当憧れましたよね。あ、はい、タイヤもいっぱいあるな。あ、T シャツがある。ここもファクトリー T シャツ。あ、ポロシャツもある。わ、買ってこう。帽子もいいな。あ、ターボオプティマ。RG ちゃんが買ったんだよね。ほいで、一緒に走らせようっていう話で、本当は今日もね、RG ちゃんと一緒に来たいなって言ってたんだけど、ちょっとスケジュール合わなくて先に来ちゃいましたけれども。あ、オプティマミント。濃い。これミニッツだ。ね、これミニッツですよね。はい、わ、ミニッツもねやってみたいなと思ってたんですよ。あ、ターボオプティマミッドスペシャル、あ、めっちゃかっこいい。え、今日買っちゃうかな。うわー、すごい、ボディもいっぱいある。あ、すいません、ありがとうございます。ラジコンマガジンの、カメラマンさんに、特別に私のカメラで撮っていただいております。ありがとうございます。クラシックカーみたいなやつもあるんですね。最近人気なんですよね。ねえ、アメリカンクラシックのシリーズなんですけれども。うわー、すげえ。山花さん、はい、私始めたばっかりで、はい、まだいろんなそのラジコン用品みたいなものが揃ってないんですけど、はいはい、こういうのはちょっと買っといた方がいいよみたいなのあります？はい、例えばサーキットで、はい、常に走らせられる方々に向けて、はい、いろいろそのサーキットならではの専用の道具というものが。サーキットならではの道具、はい、例えばですね、はい、こちらにこの横尾さんのピットマットなんですけれども。ピットマット、これは普段サーキットにこういうテーブルが用意されてまして、はいはいはい、こういうところに車を置いて作業するんですけれども、はい、テーブルが汚れちゃったりとかですね。ああ、いけないですよね。あとネジが、はい、置いてあったものが勝手に転がったり、はいはいはい、工具を置いてたらゴロゴロゴロって下に落ちちゃったりとかっていうことがあったりもするので、はい、これをあらかじめ敷いておくんですよ。そうするとこの上で作業すると汚れも全部この上に乗りますし、はい、転がりにくい材質を使ってます。作業用マットってことですか？そうですそうです、はい、ちょっといいですか、はい、あ、重た、はい、めっちゃ重た、ずしっとしてる。あ、これで安定感あって、そうですね、こう風とかでも飛ばないように、あとはまあビジュアル的にも、はい、なんとなくこう上手になった気分になれるっていう。わあ、確かに。あ、これいいですね。ピットマット、あ、いいですね。これ買っていこうかな。他には何かありますか？あとはこちらにあるのは、これはヒューディというですね。ヒューディ。スロバキアのメーカーなんです。はい、ちょっと高級なラジコンを扱っているブランドなんですけれども、はい、あ、高級ラジコンのメーカーさん、リポバックと我々呼んでまして、リポバッテリーっていうのさっき聞きました。そうです、リチウム系のバッテリーで、はい、ちょっと扱い方を間違うと、はい、燃えちゃうことがあるんですね。燃えるんですか？車体ごとバッテリー、例えばバッテリーが車体に積んだまま充電して、はいはい、何かあると本当に火柱が立って大事な車が燃えちゃうことがあるの で、はい、でそれを防ぐというかですね、はい、あ、これに入れとけばバッテリー自体をこの中に入れて、はい、例えば充電するんですよ、はいはいはい、万が一燃えた時も中に防火装置といいますか、燃え、なるほど、炎症を防ぐ、はい、素材が入ってますので、はい、この中だけで完結するんですよ。なるほど。燃えたとしても、じゃあ携帯用灰皿みたいな状態になってる感じですか？そうですね。で、サーキットで走らせる方は、はい、必ずバッテリーを充電するときはこういうものを。ああ、それがマナー。そうですね、はい、なるほど、こういうものが存在します。あ、じゃあちょっと気をつけます。その、はい、リポバッテリーを使うときはこういうのに入れて充電をするみたいです、はいはい、あとは、はい、こちらに置いてあるこれはマッチモアレーシングという、マッチモアレーシング、これもラジコンのブランドさんなんですけれども、はい、メンテナンススタンドと言います。メンテナンススタンド、整備をするときにタイヤが勝手に回らないようにはいはい、はい、この上にこう車を置いて、はい、あ、これ絶対いる、はい、だって僕作ったときにそのちょっとタイヤがちゃんと動くかどうか、はい、試そうとしたときにそのどこに置いていいか分からなくて、手に持ったまんまとかで
これに置けばいいんだ。こちらに穴が開いてるんですけれども、はい、何だか分かりますか。バッテリーとかのコードとかを、はい、あの下から作業できるように、はい、全く惜しくも惜しくもなんともない悔しい言い方悔しい。何ですか、スイッチ。車にオイルダンパーがついてます。はい、4本ついてます。ついてます、ついてます。あ、それをここに挿してオイルを入れ替えるときにここに挿して入れ替えるんですよ。あ、便利。で、あの中に空気が入っちゃうと、はい、抜けてこないじゃないですか。はい、蓋を開けてオイルを入れ替えた状態で、はい、ここに挿して放置しておくんです、はいはい、そうすると中の空気が全部抜けて終わった時に、ここここと抜けるまでずっと手に持ってなきゃいけないので、はい、それをここに挿しておくと4本同時に作業できる。めちゃくちゃいいじゃないですかこれ。あ、これはちょっと必要だわ、買って帰ろう。いろんなメーカーさんで同じようなものがいろいろ出しておりますので、あるんですね。あの好みに応じて使っていただければと思います。はい、ありがとうございます。さあ、こちらの施設の方なんでしょうか。山花さんに紹介していただきました。はい、すみません、はい、どなた様でしょうか。あ、すみません、ヨコモの鈴木です。あ、ヨコモの鈴木さん、はい、ちょっとですね、はい、あのこちらの施設来るのが初めてなもんで、はい、どういったものがあるのかとか、ちょっと案内してもらってよろしいですか。 ありがとうございます、はい、こちら筑波ラジコンパークは、はい、まあ、ラジコン初めての方から、はい、もう本当に極めた方まで楽しめる施設となっております。はい、大きいですもんね。はい、初心者コースもあるんですか。はい、私もうズブの素人なんで初心者コースまで行きたいなと思います。まずあのもう入り口入ってすぐ、はい、こちら目の前に見えるのがあの初心者コースでありまして、これ、はい、初心者コースですか。はい、これもルーキーコースといいまして、はい、こちら手前にある、はい、コースがあのドリフト、ラジコン走れるエリアで、はい、奥が、はい、あのオフロードと、はい、あのオンロード、スピードと言われる、はい、あのジャンルを走れるコースになります。あ、オフロードの、はい、コースも屋内にあるんですね。はい、屋内、そうです。あのうちの場合ですと、もうそのオフロードコースあのもう外にあるんですけれども、はい、まあ、実際雨だと走れないじゃないですか。そうですね、今日なんかもうすごい雨降ってますから。まあまあ、やっぱりあの、まあ、確実に来て走れないとやっぱり直じゃないですか。そうですね、まあ、そういった意味でも、はい、あの屋内コースというところで、はい、あの用意しております。はい、僕の思っていたコースと違ってなんかすごいマットみたいな、はい、そうなんです。カーペット路面。カーペット路面、はい、これなんかちょっと触ってみても大丈夫ですか。ぜひ。はい、あ、本当にあのオフィスの床みたいな。そうですね、はい、でオフロードもあるんですよね。そうなんです、まあ、あの大層なジャンプはないんですけれども、はい、あのまあ、ちょっとスロープ程度 の、はい、あのジャンプがあります。ここはあの、まあ、オンロードといわれるあのスピードの、はい、あのラジコンカーとオフロードカー、はい、両方あの走れるコースになっているので、はい、あの内側は平ら、はい、外側はあの山があるという状況になっています。なるほど、両方楽しめる感じで、はいはい、であのまあ、最悪はちょっとまあ低いオンロードカーじゃなければこのスロープも走れちゃうという。はあ、はい、いや、いいですね。初心者でもこんな立派なコースあるんですね。僕はあの、はい、初心者コースは、はい、もうこれの半分もないぐらい、4分の1ぐらいのところでこうぐるぐる回るだけみたいな。もううちに入ってすぐこうメインのところにこのクッキーコースがある、はい、わあ、いいですね。はい、で、あとあのさらに、はい、あのまあ、今ラジコンを持ってる方のお話をしておりますけれども、はい、もう全然ラジコン持っていないよ、持ってない人も遊べるんですか。でもなんかちょっと興味あるよという方のために、はい、あのまあ、ちょっと平日は運営してないんですけれども、はい、2階に、はい、あの筑波ラジコンランドっていうのがありまして、あの筑波ラジコンランド、はい、はい、わあ、いいですね。わ、十分。僕ここ
ここでもいいかもしれない。で、こちらにあるラジコンから全部楽しめるんです。これレンタル料金、はい、はい、レンタル料金こちらですね、あの30分1100円、はい、あと60分2200円、はい、120分3300円、はい、ちょっとお得です。わあ、はい、お得ですね。で、これどれでも、はい、1個だけですか？それでも、いや、もう時間内は交換し放題。交換し放題で、はい、あ、結構本格的なやつもありますね。あります、はい、わあ、あ、でかいのもあるんだ、はい、あ、で、バッテリーとかも、あ、こちらそうですね、スタッフがあの充電できたバッテリーを交換してやるスペースなんです。あ、充電切れたらもう、はい、ここに持ってきたらそのまま付け替えてもらえる。まあ、あの実際はもうスタッフがあの完全な状態ですぐお渡しするという、はい、あのこちらに A から F までアルファベット振ってあるんですけども、はい、ABCD、はい、あの各車走れるコースが決まってるんです。あ、だからちっちゃい子、もう本当に幼稚園ぐらいのちっちゃい子とかはもうこっちで、はいはい、しかもあの大きいお兄ちゃんたちの邪魔にならないように遊ぶことができるっていう。そうなんですよ、道路の絵が描いてあったりとか、はい、あ、本当だ、はい、ちょっと行ってみます。すごい、あ、本当だ、教習所みたいになっちゃってる。あの、ちょっとなんかあのトミカの、はい、あのタウンマップシートみたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれをちょっとこう広げちゃったようなイメージ。これなんだったらちょっと軽く交通ルールとかも学べそうな雰囲気ありますか？あ、そうなんです、あのこれ毎年、はい、あのここで夏休みとか、はい、交通安全教室をやったりするんです。あ、ここで交通安全教室やってるんですか？まあ、あのまたでも今年はあのこのエリアで、あのここの、あのスペースで交通安全教室、はい、え、もしかして交通安全教室もラジコンでやるんですか？いや、もちろんすげえ、ラジコンで交通安全教室やるらしいですよ。わ、これは楽しそう、いいですね。こういうのもあるんですね、はい、なので、はい、まあ、いろんなあのジャンルがあるので、はい、ここではこのレンタル時間内、あのテーブルの上に置いてあるラジコン缶を全て交換して使えますよっていうのが売りです。お値段もお手頃ですしね。そうですね。で、さっき初心者コースも見せてもらいましたけれども、はい、もちろん上級者コースもあるんですよね。あります、はい。またちょっと本格的になってるんですか？ちょっと行ってみましょうか。あ、いいですか？はい、もうそのつもりでしたけれどもありがとうございます。じゃあ、はい、今本格的な、はい、初心者の方じゃない、はい、まあ、大体中級者から上級者の方が走れるコースに、はい、行くんですけれども、はい、その手前にこちらあのピットスペースがあるんですけども、ピットスペース、こうテーブルがありますね、はい、そうですね、ここで、皆さん、コースで走る前にこう車を調整したり、はいはいはい、大体このエリアだけで120名ぐらい集まれるので、まあ、割とゆったりと。ここの仕様は、はい、あ、いや、あ、もう基本的には、はい、コースの走行量、はい、お支払いいただけたら、はい、席も使える。あ、コースの走行量でもうここのピットスペースも使うことができると、はい、あ、それはありがたいですね、はい、じゃあ行きましょうか。行きましょう、はい、喫煙所もあります。はい、助かります。うわー、はい、これすげー、はい、マジですか。また広い空間か、はい、これはすごいですね。なんかテレビ このラジコンとかの大会とかで見た景色、はい、そのまんま来るか、はい、こちらまず手前のコースが、はい、あのドリフトラジコンのコースです。はい、ドリフト、はい、グランプリコース。そうです、まあ、あの路面はこれ何ですか？タイプですね、ビールタイプ。あ、硬い、はい、ちょっとパッと見はなんかゴムっぽい感じ、はい、そうじゃないですか、硬いですね。黒いタイプ、ツルツルのタイルで、はい、手前から奥までが、はい、あの約21メーターぐらい。21メーター、はい、うわ、いや、もう小学校の大プールぐらいですね、近いぐらいありますね。こちらがオフロードコース。オフロードコース、はい、ジャンプ台みたいなのがいっぱいありますよ、はい、奥の電動ケリバー、ラップタイムが出るんですけども。ラップタイムが出るって、はい、これ誰が測ってる？まあ、あの実際あのこういう車を見ていただくと、はい、すごいですよね。お客さんですか？はい、ここ今ちょっと借りちゃったんですけど。あ、すいません、申し訳ないです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ここにあの計測器がついてるんです。はい。お、え、あ、これが？はい。はい。
はい、これをまあ、センサーを認識して、はい、ラップを掘っていくという。これは誰に取り付けられたんですか？これ知らない間にこういうのを売ってるんですよ。あ、自分で取り付けるんですか？はい、そうなんですよ。あ、そうなんですね。はい、うわ、すごい。これが最新の最新の車です。はい、ラジコンがこういう風になっております。はいはい、で、そのセンサーがあるから、はい、ラップタイムが測れる。ラップタイムが勝手にあっちに表示されると。はい、はあ、すごい。ちょっと床。はい、これカーペットです。あ、これカーペットですね。はい、よく会議室にあるような。会議室の、はい、本当そんな感じのやつが敷き詰められてて。はい、そうなんです。これはどうなったら中級としてここに来ても大丈夫ですか？あ、すごい。はい、これ。ビギナータイム、はい、コースデビュー間もない方が、はい、だからここの間は10分間、はい、初心者の方大歓迎だから、はい、僕らみたいなのがちょっと慣れたなと思って来てもそんなに邪魔にならない時間、はい、ここで走っていただいて、はい、徐々に慣れてきたらまた黄色い、はい、エリアとか、はいはい、黄色とか黄色が中級者、そうですね、で赤が上級者みたいな方々ですよね。はい、ビギナータイムにも上級者の方もいらっしゃるんですよね。要はこのグランプリコースでちょっと走り慣れてる方とかはいらっしゃいます。はい、いらっしゃるんですよね。はい、でも、まあ、僕らがちょっともたついたりとかしても、はい、舌打ちされない。いや、もうどちらかというとやっぱり皆さん、慣れてない方もいると、はい、ちょっと教えてくれたりとかするんで。あ、そうなんですね。あったかい空間なんですね。はい、はい、そうそう、ここでやるんです。そうなんです、登場で。どうぞ上がってください。あー、すごい。あ、コース全体が見渡せます。わー。あ、でも、はい、ひっくり返っちゃったりとかしたらどう？あ、まあ、基本的には自分で直しに行くんで、はい、操縦台から降りて、はい、降りてパッて行っちゃう。はい、そうなんです。そこからバーンっていくわけにはいかないですか？そこはそうですね、まだそういう方いないです。いや、はい、大変だみたいなことはないんですね。あとレースの時なんかですと、はい、直し係とかもいまして、要は、ね、自分のレースが終了しましたって言ったら、はい、次に次のレースの方の、はい、車直す方になったりとかするんです。ああ、そうなんですね。はい、みんなでこう協力し合って、協力し合って、そうなんです。あったか空間、はい、素晴らしい。わあ、わあ、いつかあそこでラップタイムを測りたいですね。ラップ出るとテンション上がりますよね。あれはテンション上がる。あれはかっこいい。上級者コースにまだ他にもコースがあるらしいですよ。はい、ちょっと行ってみましょう。はい、これはドリフトのスポーツコース。これスポーツコース。はい、はい、ちょっとドリフト慣れてきたな、はい、まあルーキーコースで、はい、ちょっと自分いけるんじゃないかなって思った時に、はい、いきなり大きいコース行くと、はい、ちょっとあたたきステップを見て。ああ、なるほど、はい、上級のちょっといいコースみたいな。そうなんです、はい、ちょっと高級人とかをイメージして、はい、めちゃくちゃイニシャル D みたいになってますよ。ミニッツで86出てたかな。ちょっとアキラ最速、アキラの下り最速をちょっと目指したいな。ここもテンション上がりますよね。これテンション上がります。はい、やっぱプラモとかも好きなんで、ジオラマ自体なんて大好きなんです。ミニタイム D のジオラマも作ったくらいですけど、ちょっと軽くユーロビート流してもらえないですから。これかっこいい。はい、次に行くコースは、はい、スピードグランプリコース。スピードグランプリコース、はい、オンロードの。あ、スピードグランプリコース、ああ、はい、また別のところ、はい、別の建物。うわー、すごい、はい、ちょっと走らせてる他のお客さんがいらっしゃるんですけど、ちょっと小声になりますけど、どちらかというと雰囲気的にはなんかちょっと全然向こうと違いますよね。そうですね、はい、結構速いですよ、まだ。いや、めっちゃ速い、めっちゃ速い。
ここも路面はあのカーペット路面の、はい、黒いカーペットもあります。はい、いやこういうコースを走らせてる、はい、こういうオンロードのラジコン、はい、まあ、YouTube とかでも結構見たりとかするんですけど、はい、生で見るとその8倍ぐらい速くね。こんな速いですね。速いんですよ。めっちゃ速い。はい、目が回っちゃいますよね。目回って、あの、ほんと追うのが大変ですよ。はい、こんなの操作できるんですか。そうなんですよ。めちゃくちゃ反射神経いりますね。静かに操縦台登ってみます。あ、いいですか。はい、ちょっと、うん、はい、一緒に行きます。あ、いいですか。すごい。一望できるのすごいな。これ今先ほど の、はい、あの電光掲示板、あのラップタイムで連動してて、はい、あのそこのパソコンから、はい、ラップタイムを読み上げてるんです。これであの自分がこの週、はい、あ、何秒で走ってるっていうのを認識しながらやってるわけです。なるほど、なんかチューポイントなんとか言ってるのが、はい、そうなんです。はい、その辺、ちょっと英語なんかもいいですね。はい、そうですね。ちょっと日本語だと、将棋みたいになってる。12秒5。これはすごいな。はい。家族が、リモートに来るのに違うんで、あれなんですけど。お正月以外は毎日やってるんですね。はい。うわぁ、ちょっと。東京都内にも作ってくれません。あったらいいですよね。絶対行きます、はい、めっちゃ行きます。あ、晴れた。あ、雨止みましたね。あ、雨止みましたね。止みましたね。あれちょっと、はい、持ってんじゃないの。あとはあの土路面に水が溜まってなければいけるかもしれない。なるほど、はい、そっか、水溜まってたらドロドロになっちゃうもん、ね、そうなんですよ。わ、あ、あれですか、はい、あ、見えてきた見えてきた。うわ、すげえ。ここが、はい、80年代風オフロードコース、はい、これ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 僕が子供の頃に憧れたコース、これ。そう、あの当時の雰囲気をちょっとなんかこのロケーションも含めて再現しながら作ってます。うわー、この感じだ。なんかいけそうじゃないですか。ですね、はい、あんまり水溜まってなさそう。いや、僕らが子供の頃のラジコンブームに、はい、の時にこの、ね、テレビとかで走らせてるのこういうコースだったんですよ。あ、なんかそうですね。うわぁ、すげぇ。ここです。ここです、はい、ありました。憧れのコース、つくばにあったよ。すごい。 あそこで操作するんですか。はい、このデコボコ感、そうそう、これですよね。これこれ、うわ、土の感じもちょうどいいですね。多分今日できますよ。できますか、はい、うわ、ここ来たい。うーわー、いや、めちゃくちゃコースいっぱいありますね。あります、はい、うわー、すごい。あ、フロードもあるんですね。もうここに来たら1日、はい、ラジコン楽しめます。楽しめますね、はい、これは、はい、最高だ。RG、 RG 一緒に来ようなー。 RG 待ってます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、山花さん、はい、あの私の愛車、はい、オプティマを持ってきたんですよ。楽しみです。はい、ただちょっとね、この状態ではまずちょっと走らせられないなといった感じなんですよ、ね。まずちょっとこの辺充電器とかプロポとかですね。表彰さんの送信機これでございます。よいしょ、すごい。初めて作られたオプティマ。オプティマは初めてです。ただ、子供の頃、多分小学校5年生ぐらいの頃に、はい、一回ホットショットを作ったことがあるんですよ、はい、はい、そうなんですけども、だからもう35年ぶりとかぐらいのラジコンで、ただまだ走らせてみてはいないんですよ、1回も。ただ作った状態で、で作った後もちょっとなんかこの辺の
送信機みたいなやつこれがね、はいはい、1回外れちゃったりとか、あとモーターがちゃんと動かなくて、調整してたりとかする間にこの辺のモーターのやつね、本当はね内側のところ通ってたんですけど、はい、あどこ通してたかちょっとよく分かんなくなっちゃってとりあえずもう全部含めて聞こうと思ってそのまんま持ってきました。わかりました、はい、これはさすがにまずいですよね。そうですね、現状ですともうタイヤが回った時に回っちゃって、はい、じゃあこのバッテリーの入らない、はい、この部分です、はい、ここに両面テープでしっかりと接着していただいて、はい、それをお持ちになってるんですけれども、はい、非常に文房具的な香りがします、はい、ナイスタック、ラジコン専用の両面テープというのが存在してまして、はい、これじゃダメなんですか。あまりよろしくないです。じゃあ売ってますかね。売ってます。あ、じゃあちょっと買ってきますね、はい、模型ラジコン用の、はい、両面テープが専用のがあるらしいです。ちょっと買ってきます。すごいですよ、耐熱両面テープ、ね、機械が熱持っちゃっても大丈夫よっていうことです。でこのスポンジなのかな、ゴムなのか、そういうのがついてるから振動をちょっと吸収してくれると。これでも広いですね、これ切らないと。そうなんですよ、どうしても手を使うとやっぱり、はい、手の油とか手の油なんですよね、結局接着力を落とすのって、シールとかってそうですもんね。であと接着面ですね。はいはいはい。あ、接着面の。この辺も。で両方拭いて置いた後にですね。はい。取って。マニアックな話をすると結構な重量物になるので、はい、その貼り付ける位置によっても。重心バランスが多少変わってくるんですよ。なるほど。でもそこまでは私じゃ気づかないと思います。これこんなに出っ張っちゃっても大丈夫ですかね。大丈夫だと思います。この辺大丈夫ですよね。多分ここだったと思うんですよ。はい。はい。来ました。完成。また楽しい。はい、そんなハの字なんですよ。え、何がですか。前僕の車ってここ割と平行なんですけど、はい、佐藤さんの車ってすごい前に行ってますね。なんでそうなってるのか、付け間違いですか。ちょっとじっくり見ないと分かんないのですいません。だからこれの位置ですよね。これの位置が間違えてるってことですか。1個穴がずれてる。もう1個前にあります。あ、これが逆向き。え、あ、そうです、すごい。あ、本当だ、サスアームが逆ですね。逆、全然気づかなかった。本当だ、僕もすいません、気づきませんでした。じゃあこれだいぶ変えないといけない。あ、そうですね、だからですね。そうですね、だからこの辺も渋くなっちゃってたんですね。こんな角度でなっちゃってました。はいはいはい、すいません、サスアームが逆でした。サスアーム逆でした。大失敗してました、サスアーム逆。ちょっとこれ一回外して大手術ですね、はい、思った以上に大修正が必要になりました。まずタイヤから外していきます。待ってください。助けてくださいね。あ、大丈夫かな。なるほど、すごい、先っちょだけ六角になってる。
いやすい使いやすいわ、ちゃんとした工具、使いやすい。今小川製 OS スピードさんの工具使われてますけど、はい、いろんなブランドからいろんな種類が出てますので、はい、ブランドで揃えてもいいですし、はい、使い勝手の良さで揃えていただいてもいいと思います。メーカーによっての差もちょっとあったりするんですよね。ほとんど見た目ですね。あ、見た目ですか。見た目だとこのグリップの滑り止めみたいなの、はい、模様の違いとか、はいはい、あ、まあ、握り心地ぐらいね、はい、あとはこれ今 2mm っていうものなんですけど、はい、ここに2本線が入ってて、はい、これが2の合図なんですよ。これデザインじゃなかった 2mm の2本ラインだった。で 2.5 になると、はい、この3本目が細くなってるんですよ、ね、うわ 2.5 2mm 2.5 になってる。うわ、すげえ。これでパッと見たときに、はい、本当にあの例えば競技のときにすぐ修理してすぐ復帰したいときに、はい、1秒争うときに工具を探すときに少しでも時間を短縮しようとかっていう。私が作業をしている間に山花さんがなんかすごいメカをメカというもの持ってますよ。何ですかそのメカは。充電器です。あ、これ充電器ですか、はい、え、僕の充電器とちょっと大きさ全然違いますけど、はい、これはかなりコンパクトなタイプです。はい、それ充電、僕の持ってるこのバッテリーあと充電どれぐらいで終わるんですか。どれぐらいでしょうね。フル充電で容量を変えられるんですよ。はあ。日課の電池佐藤さんの場合、はい、なので、はい、4アンペアぐらい、アンペア数おそらく30分ぐらい。30分だと思います。30分で充電終わるんですか。おそらく、はい。何それ、ラチコ今そんなことなってんの。え、6時間とかじゃないんすか。だいたい30分とか1時間ぐらいが今だいたいの目安ですね。え、それ買うそれ絶対いる。いや、いろんな種類もこれもありますんで、はい、3本4本同時にできるものとか、はい、電池の種類によっていろいろ調整できるものとかありますので。いや、ラジコンをやりたいっていう人の多くがみんな10分やるのに 5,6 時間充電しなきゃダメじゃんっていう、それで気軽に遊べないよねつってっていう風に僕らみたいな素人はどうしても思っちゃうんですけど、その30分で充電が終わるって考えたら全然、あ、全然違う。あ、めっちゃ良くなりました。治りました。ありがとうございます。単純に何もしてないです、うん、はい、すごい。 あ、柔らかくなったやったやった、嬉しい。おめでとうございます。ありがとうございます。これぐらいですね。いい感じですか。じゃあ初心者コースで、初心者コースでチャレンジしてみます。わあ、初心者コースデビューしてみます。お願いします。さあ、佐藤さんのお靴もデビューです。デビューです。コースインです。あ、すげえ曲がる。あ、
ってなかった。カーペットは、ね、滑らないので、あとピンがそのまま当たっちゃいますから、はい、結構あの滑りになっちゃいます。ハンドルがシビアになっちゃう。フラフラしちゃいます。こんなに曲がるんですね。そうですね。ちょっと慣れてきました、ね、さあオフロードコースやってまいりました。もうオプティマといえばねオフロードコースですから、ね、山花さんも、ね、マイカーを持参してくださいました、はい、アルティマです。アルティマ強勝つながり、はいね、これを佐藤さんに後で体験していただこうかと思います。あ、本当ですか、はい、あ、いいですか、はい、ティマもね、ちょっと欲しかったんですよ、はい、ちょっと走らせてみたいなと思ってたんで、はい、わあ、いいですね、わ楽しみですね、はい、この感じ、はい、じゃあ早速、やっちゃいますか、プロでの初投稿、お願いいたします。いいですか、はい、あ、行っちゃいましょう、はい、あそこだあ、合図を送ってやるんですね、はい、ちょっと今、ちょっとボリュームを下げたら消えましたので、はい、なるほど、はい、わおぉ、わぁ、あ、気持ちいい。やっぱりオフロードは土煙がすごいですね。すごい、あ、出てきた。あ、あ、うわ、楽しいちょうどこのちょっと路面が湿ってるぐらいがすごくグリップするので、はい、あ、ちょっとグリップしやすいんですね、はい、あまり気にしなくても大丈夫。あ、本当ですか。コースアウトした、やばい。うわー、早い。あ、行きます行きます。いや、いいですね、はい、これも青空の下でやっていただくとさらに面白いんですけど、ちょっと雨が降っていたもんですから。うわ、すごい。体
とかすごいですね。アクセル全開です。アクセル全開。全開じゃない方がいいですか。いや全然いいです。全開しかできないです。いける。よし。ちょっとドリフトっぽくなった。ああ面白い。全開走行。わあ。すごい。危ない危ない。ラジコンマガジンの山花さんのプレイでございます。どんなプレイなんだって感じですけど、ね、割とポンポンと置くんですね。遅いですね。全然入ってないからね。ああでも早い。遅いですよ。あ、これは遅いんですか。電池入ってないです。あ、電池がちょっと切れかけですか。いやー、オフロードいいですね。あ、勢いが違う。あー、早っ早っ。わー、もうひっくり返った。もうひっくり返った。めっちゃ速い。え、これモーターとかって普通の標準のなんですか。ちょっと速いモーターになってます。そうですよね。いや、速っ。わー、やばいやばい。めっちゃ速い。あ、すいません。わざとじゃないです。ちょっと安全運転始めよう。ちょっと安全運転。ちょっと安全運転。うわぁ、全開で行って、うわ、速っ。うわ、肉難しい。ちょっと二輪駆動だとアクセル握ったまんまハンドル切るのが難しいです。アクセル握ったまんまだったらなんか吹っ飛ばされます。はい。おー、ダメだ。ただ車の特性は僕の好みになっちゃってるんで、うん、調整はまだまだ全然自分に合わせることはできます。あー、こういう感じか。あ、危ない。
あれが決まればすごいですね。あぶね。あ、どこ行った。これ肉の方が四駆みたいに全体で曲がるんじゃなくて、はい、ケツ振りながら回っていく感じですね。そうそうです。ああ、ダメだ。重心がかなり後ろに行っているので、はあ、あの前進してる時はもう後ろに体重が行っちゃってるんですよ。そういうことなんで、なのでフロントが浮いちゃって曲がらないんですけど、はあ、パワーを抜いた時に前に荷重がかかって急に曲がるようになる。そうなんですね。その辺の兼ね合いをスロットルスピードで調節しながらっていう。スロットルスピードの調節ができないですね。今はちょっと憧れがあるんで、はい、別格で好きなんですけど、僕もしかしたら肉の方が好きかもしれない。面白いですね、難しくて。ちょっとそういう方はたくさんいらっしゃいますね。あ、この操縦感覚がたまらないという。この振り回される感じが楽しいですね。振り回されるよ。この路面のちょっとなんか光ってるところとふかふかのところ、はい、あと奥のこの白いところですね、はい、その路面の状態によって曲がり方がかなり変わってくるので。いや、そうなんですよ、肉が曲がらないかって言ったら曲がるところでは急にグンって曲がるんで、はい、お口がずっと曲がるんですよ。駆動をかけてますからね、常に、はい。オプティマは全部のところで曲がるんですけど、アルティマはあの全体曲がらないのかと思ってたら、曲がるところはオプティマと変わらないか、それ以上に曲がるぐらい曲がっちゃうんです、はい、こんな違いあんだ、なのでこう走らせてる時に土の状態とか起伏の状態を考えながら、はい、二輪駆動の方が神経質にはなりますね。そうですね。加速した時のなんでしょう、喜びはこちらの方が上かもしれないですね。うわ、肉面白いな。ちょっと子供の時に、はい、あのいとこのお兄ちゃんから借りてやったホーネット以来の肉だったんですけど、これ肉は肉で面白いですね。そうですね、はい、四駆と走らせた感じ全然違うから、さっきオプティマでだいぶ慣れてきたなと思ったのがもう全然走らせられなくなっちゃって、はい、これちょっと肉面白いな、ちょっと近々肉も買います。ぜひぜひ。これは面白い、はい、最高ですね。ありがとうございます。なんかラジコンらしいっていうか、はい、走りするの肉の方がそうですね。あ、はい、これは面白い。肉ファンも多いんですか。やっぱ多いですね。いやー、いいですね。すごい泣いてる。泣いてる、ピーって泣いてる。めっちゃ楽しい。やっぱオフロードいいっすね。オフロードコースたまんないっすね。楽しんでいただけました。めちゃくちゃ楽しいっす。よかったです。うわ、これは後で洗うのが大変だ、はい、でもね、それもメンテナンスも含めて、はい、ラジコン走らせてみていかがでしたか。オプティマの走りは、いや、最高ですね。あと本当夢が叶いました。長年のもう子供の頃から本当にオプティマに憧れてたんで、はい、これをね、自分で、でそのいろんな動画だったりとか昔あのテレビとかでこういうコースを走るオプティマとかを見てかっこいいなって思ってたんで、
それを自分がやったわけですからこれはもう本当に夢叶いました。ありがとうございます。 ありがとうございます、はい、いやー危なかった逆につけてたからいやーこれはちょっとこっから散財の匂いがしますねまたちょっといろいろとオプティマに関する、ね、ものとかもいっぱい売ってますんで、はい、買い物して帰ろうと思います。はい、